搬送された怪我人もいるという話ですけれども、おそらくその多くはまだその現場に残って手当てを受けているという状況と思われます。最新情報では今画面出ていますように怪我人の数は19人に上っているということです。怪我人の中には小学生が含まれているということです。画面の上側の線路、これが南武線、先ほど電車が通っているのが見えました。そして一つこれ情報ですけれども、小田急線はですね、現在通常通り運行しているというそういった情報も入っています。したがって先ほどの映像と合わせて考えますと、付近を通っている小田急線と、南武線は今のところ動いていると、こういうことのようです。